シモバシラはシソ科の多年草であり、枯れた茎にシモバシラができることで知られる。俗名は植物学者の伊藤啓介にちなむ、宿根性の多年草である。茎は断面が四角形をしており、やや木質化する。高さ40から70センチメートルほど先端に向けて、やや水平向きに曲がる。葉は茎の節ごとに体勢に出て、 長さ8から20センチメートルの大円形、薄くて柔らかくて、艶がなく、円に軽い巨子がある。花は9から10月頃に咲く。茎の先端側半分くらいの溶液から、相乗果女を出す。果女の軸は真上に伸び、花はその軸に、茎の先端側に偏ってつく。従って、水平になった茎から、果女だけが立ち上がった、面白い姿となる。 花はほぼ真横を向いて咲く。果敢は白く、釣り金状で、お寿司べはそこから突き出す。日本固有種で、関東地方以南の本州から九州にかけて分布する。低山の森林内に生え、特に渓流周辺に群落を作ることもある。下柱の下か下柱が生えていったところには、冬になると、下蚊ができる。下柱の茎は冬になると枯れてしまうが、 根はその後、長い間活動を続けるため、枯れた茎の導管に水が吸い上げられ続ける。そして、外気温が氷点下になると、導管内の水が凍って、茎から霜化ができる。この現象は、地中の根が凍るまで続く。A.B. ガバルツ、R.E. トール、ワールドチェックリストオブレイミーシー、ファシラテイテッドバイザーロイヤルボタニックガーデンズ。 パブリッシュドーンザインターネッ t e r n e t h t t p ュス wcsp.science.q.org スラッシュ retrivet8january2019wikimediacommons E には、下柱に関するカテゴリーがあります。wikispecies には、下柱に関する情報があります。ありがとうございます。